フンターボカーは、ケン・ウォリスが設計した、インディカー用のレーシングカー。STP からインディ500に出場した。バーンズ・ウォリスの遠い親戚であったケン・ウォリスは、ガスタービンエンジンをレーシングカーに利用するための実行可能な計画を立案した。彼は、最初、かつてそのアイデアを話したことがあるダンガーニーに、その計画をプレゼンテーションした。続いて、キャロル・シェルビーに、 その計画を提示したが、シェルビーは、ホグウォッシュと語った。最終的に、STP のアンディ・グラナテリがそのコンセプトに関心を示した。ウォリスと彼のスタッフは、グラナテリの兄のジョーと共に、サンタモニカにある STP のパクストン部門に移籍、1966年1月にターボカーの作業を始めた。サイドバイサイドのコンセプトを取り入れたのは、グラナテリであった。 つまり、ドライバーの左側に中央にマウントされたエンジンを配置することであった。グラナテリは、また、四輪駆動を設計に取り入れた。1966年のテストで、エンジンからの熱のためアルミニウム製フレームがひどく、歪み、1966年のインディ500に出場する可能性は消滅した。開発は再開され、1967年のインディ、 500に向けて準備が行われた。その年の初めに、パーネリー・ジョーンズが、フェニックスでのタイヤテストで、ターボカーをドライブし、感銘を受ける。彼は10万ドルと賞金の半額で、インディ500に出場することに同意した。ジョーンズは166.075マイルで走行し、予選6位となった。決勝では、スタート直後にリードを取り、周囲を保ち続けた。しかしながら、 残りわずか8マイルという時点で、トランスミッションベアリングのトラブルのためピットインした。車は回収され、再び STP から1968年のインディ500に出場した。ジョー・レオナードがドライブしたが、予選で壁に衝突し、決勝を走ることはなかった。車は STP 社によって、スミソニアン博物館の国立アメリカ歴史博物館に寄贈された。 現在はインディアナポリスモータースピードウェイ博物館に貸し出されている。興味深いことにマテルはこの車をモデル化するのではなく、これによく似て1968年にインディアナポリスでプラクティス走行したシェルビータービンをホットオイールの一台として製作した。ロータス56は同じエンジンの改良系を搭載、四輪駆動を採用して 新しいユーサックの吸気制限インテークを取り入れた、より進んだくさび型ボディのマシンであったが、一台はクラッシュし、レースには3度出場したが、いずれもリタイアとなった。その後ユーサックは、カスタービンエンジンと四輪駆動を禁止した。STP、パクストンターボカーは、アルミニウム製の箱型ボディの周りにエンジンをはじめと、する補機類が取り付けられた。ドライバーは、 車の右側に位置し、エンジンは、プラットホイットニーカナダ ST6 バイトから62、が、ドライバーの左側に配置された。自動車のパワーユニットとしては成功しなかったが、エンジンの元となった、プラットホイットニーカナダ PT6 は、史上最も人気のある、ターボプロップ航空機エンジンの一つであった。走行装置は、ファーガソン製の四輪駆動システムを採用し、 動力を車輪に伝達した。トルクコンバータはクラッチペダルとギアシフトの必要性を排除した。エンジンはフルスロットルの54%でアイドリング状態にあり、ドライバーがアクセルペダルを踏んだままにしなくても良いことを意味した。ドライバーがしなければならなかったことはブレーキペダルから足を緩めることだけだった。コックピットの後ろには可動パネルが取り付けられ、 エアブレーキとして機能した。サスペンションのコイルスプリングはバックボーンの内側に位置し、サスペンションの A フレームはエアホイールの断面を有していた。車重は1750ポンドで、これはインディの最低重量である1350ポンドよりも400ポンド、重かった。u サックはタービンの出力を制限するためにエンジンの吸気面積を23.999。 平方インチに制限したが、それでもまだ550馬力を発揮した。しかしながら、ドライバーはスロットルが3秒のタイムラグがあると伝えた。1967年のインディ500から1ヶ月、足らずでユーサックは、ガスタービンエンジンの吸気面積を23.999平方インチから15.999平方インチに縮小すると発表したが、 エンジンの規定変更は2年前に通知するのが慣例であった。吸気面積を縮小した後、実現できる最大ラップスピードは161マイルパーアワーであった。テレビコメディアンのジョニー・カーソンはインディアナポリスモータースピードウェイでのプライベートテストでターボカーをドライブした。この車はスミソニアン博物館に寄贈されたが、カウリングが20年以上所在不明になっていた。 2007年になってスミソニアン協会のとあるオフィスで発見された。ありがとうございます。